こんな感じですか。多分30とか40とか出ると思うんですよ。カーブ慣れてますんでね。皆さん慣れてますんで、30とか40。自動車運転中の危険予測ができるシミュレーターを体験。いきなり子供出てきたの見ました。うん、右側に車線変更してください。直進です。交通安全ゆとり号で運転適性診断も行った。